横浜 FC 対横浜 F マリノス、この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、この試合のどんなところ注目されていますか？はい、両チームいいところ持ってますからね。まずはどんな立ち上がりになるか、その辺に興味ありますよね。まずはそういったところでしょうね。そうですね、 F マリノスとしては特にトップへつなげるまでの流れでいろんなことをやってくるかもしれないので見ものですよね。はい、今日はそんな一戦を迎えています。さあスタジアムに選手が姿を現します。選手入場です。また本日のピッチ情報はフローランバルディさんに伝えてもらいます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。このディフェンダーとしてプレーします。さあ間もなく試合が始まります。さあ始まりました。山口、内田、中盤のプレイヤーです。後ろにはたいた、いいワンツーだ。さあ競っていく。まずは左サイドから行きましたがボールはつながっていきません。小野、短く出します。再び早川、わっとここでボールを奪った。もう一回小野、チェックされていました。おお、後ろ競り合います。下げてここは栗原、河合、下がったボールは中澤、田中、胸で落として外からいった。さあ固まっている。サイド攻撃を見せましたがここは攻めきれませんでした。おっと、いいボール出ました。ここは戻します。通りません。取り返した。手元の時計では30分が過ぎようとしています。内田、激しいマークを見せます。パスをつないでいく。放送席、上田さん、アウェー側ですけど中盤の選手に対してもっとサイドへボールを振っていけとメッセージを送っていました。なるほど。 F マリノスボールキープしています。左サイドエリア強い。おっと、抜けてきた。ヘディングシュート、笛が鳴っていました。これ旗上がってましたね。ここは旗が上がりました。割と全体の上がりがゆっくりだったんでね、分かりにくかったかもしれません。早川、この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、この辺りは油断すると危ないですね。大きく横へ運んでいきます。前に出した。サイドからの攻めを見せたんですがここは阻まれています。
ここは一人で上がっていきます。大島、F マリノス、ボールを回します。ここで前半戦終了。さあ北澤さん、今のところどうご覧になられますか。横浜 FC としては序盤でいい攻撃を見せてましたよね。なのでね、後半も同じ調子を目指せるといいんでしょうね。ですから後半の立ち上がりが注目なんですよね。後半どのような展開になるんでしょうか。前半戦が終わったところで0対0、両チーム無得点のまま折り返しています。今後半が始まりました。山瀬、加納、さあ戻して栗原、後ろからのマーク、いいチェックですね。左にはたいた、味方がいないところへ流れた。一旦後ろへ返します。ああいいカットですね。大事なところボールを奪いました。ここは戻します。早川、ねじめ、さあ一人で上がっていきます。開きますよ、行くか、頭で流し込む。ここはよく守りました。縦に出す、繋いで可能。この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。まあ、今それだけ相手も必死ですから、そう簡単にはいきませんよね。山瀬、いい攻撃、入れた、ヘッド、決まった、ゴール。 やりましたね。 F マリノス、アウェーで先行しました。坂田、チーム待望の一発を決めます。試合は後半得点が動きました。ニアからのボールだったんですが、確実に合わせましたね。はい、いいタイミングで入ってきましたよね。うまく反応しましたよ。さあリプレイ画面が流れています。そしてまた北澤さん、しかし見事な先制点が見れました。 F マリノスとしてはこれでさらに F マリノス先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。これは危険なプレーです。うわぁ、主審が走っていきます。田中、主審から注意を受けています。ここで選手変わりますね。そうですね、変わりますね。フリーキックとなります。ここでカードは出るんでしょうか。カビラさん、ホーム側動きますね。ここで2枚目のカード切ります。6番の選手を変えてきそうですね。なるほど、交代があるようです。さあどう展開する。これは惜しい。いや北澤さん、もう本当そのまま行きそうな感じだったんですけれどもね。横浜 FC、 ここでまた選手交代を行います。さあ横浜 FC、 さあ10番の選手を変えてきました。そうですね、これは攻めに人数をかけてきましたよね。さあ攻撃に注目です。安定した攻めを見せています。一旦返します。ちょっとよろしいでしょうか。はい、ダバディさん、アウェー側ですけど内脇でアップをしている選手がいますね。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。いいマークですよ。40分になります。後半40分、後ろからチェック、カット、あっとここには誰もいません。キーパーへ戻す。いいディフェンスを見せます。頭で競り合う。おっと競り合います。あっとここで長い笛、1対0 F マリノス、1対0で勝利。踏ん張りました。
いや北澤さん、後半の得点が決勝点となりました。どうご覧になりましたか？はい、前半はお互いに相手の様子を探り合ってたようにも見えましたからね。 F マリノスとしては、まあ最後までディフェンスにも集中できたところが勝ちにつながったんじゃないでしょうかね。そうですね。さあ、そして今日の試合データです。 F マリノス支配率でも上回っているんですよね。はい、結局はよりキープしてた側にチャンスが生まれますからね。本日の結果は1対0 F マリノス勝利しています。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお伝えしてまいりました。ではハイライトシーンをご覧いただきながらお別れとなります。ごきげんよう、さようなら。